皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、工具好きと言いながら工具のネタがねえだろうというね、チャリンコの話でね長く引っ張ってしまいましたけども、はい、今回はまあオートサロンということで、1月もだいぶ前だね。そうですね。2018年1月の頭にですね、毎年恒例幕張メッセで開催されますですね、カスタムカーのまあ大イベントですね。これちょっとご説明しますとですね、1983年に始まりまして、まあいろんな場所でやってきたんですけども、今年でなんと36回目ということで、最近はですねものすごい人集まって、行くのも大変、見るのも大変、すごい大変なのにいろんなとこから、ね、人が集まってきて、まあ非常に盛り上がってるイベントでございます。今回1月12日から14日までの3日間で来場者はなんと31万9030人とね、で一番多いね土曜日は12万人以上来たということで、本当にめちゃくちゃ盛り上がった、イベントとなりました。4年前からファクトリーギアも、まあ、ブース出してファクトリーギアの取り扱っている工具を見ていただいて、そして販売しようということで今年4回目、出展いたしましたと。で今回はですね、このオートサロンで注目を集めた商品を、久しぶりに工具の紹介させていただこうと思います。まずはこちら、はい、ドンKTC のブースやってまいりましたね。いきなり牛野社長とみかんちゃんと僕とということで、このスリーショット、ツイッターでちょっと投稿しましたら、なかなか人気の俺の人気じゃねえだとみかんちゃん人気だなと。みかんちゃんが、まあ、KT 役ということで、まあ、ブースいましてですね、まあ可愛らしいですねみかんちゃんね。まずはですね、ご紹介いただきましたのは、はい、こちらどうぞ。はい、ネプロス鉄痕シリーズ、憎いなこれ、鉄痕なんていうね言い方がね。今日こちら実物ご用意いたしました。これですよ、はい、これこのね色、まあさすがオタク KTC ですよね美しいブルー、これね東京のそのコンセプトスタジオに来た某、非常に有名なメーカー松田の企業のね技術の方がね来られて、ちょっと言われてたのが、ブルーね出せないんですって、難しいんですって。でもう本当にそのマツダの会社でも本当に大変で、それでこれもうその大変さをよく知ってらっしゃる方がまとめてお買い上げと、はい、ネプロス1は元よりですね、まあものづくりに携わる人たちとかそういう方にとってみれば、これで工具を仕上げてきたっていうのがやっぱり今評判になってて、なかなかこう生産間に合わないという状況でたくさんお待ちいただいてるんですけども、まあうちのお店でもたくさん予約いただいてまして、皆さんお待ちいただいて買っていただいてるっていうもので、今回このオートサロンでこんだけの商品が実際に皆さんの目に触れたのが最初ということで非常に注目を集めていましたし、まあ KTC のブースでご覧になっていいなっていう方は自動的にファクトリーギアに来られて注文していくというですね、いいシステムが出来上がりまして、まあたくさんご注文いただきましてありがとうございました。まあこれすごかったですね。そしてもう一つこちら、はい、ドン、KTC エンブレムレッグポーチということで、これちょっと開発した人が僕にすごい自慢してました。これ僕が欲しいと思ったの作ったんですわって京都弁違うって言われてたね言われてました。これ確かにね、僕もねやっぱりバッグ持っていろいろ出かけたりするのめんどくさい、特にバイクとか乗ってる時はめんどくさいんだけど、ウエストではなくて足にねあるっていうのがまたミソで、長財布だとか携帯も出るようになってますしね、でそういうものを入れて出かけるのは便利と、もちろんツールとかねそういったものも入れるのでいいぞとっていうので、まあKTC っぽくないカジュアル感が人気だということでございます。そして、いよいよファクトリーギアブースですけど、はい、こちら見てください、ドン、すんごい人ね、今年もおかげさまでものすごい人でした、はい、ね、なぜ工具のブースにこんなに人が集まっているんだろうかというのはよくわからないんですけれども、初日の午前中からいきなりオートサロン来て最初にファクトリーギアのブース来ていただくって方がいらっしゃったんで、もう4年になるんでね、結構まあ最初に見ていいものを買っちゃおうみたいな方がいらっしゃるんじゃないかと思います。でそんな中で人気になった商品をこれからご紹介時間ないね、そうですね、はい、はい、それでは、KTC だけでしょか来週はもっと面白いネタご紹介いたします、はい、それでは皆さんさようなら。